でも一緒にね、帰るつもりです。そう、でもね、猫バッグ出すのね、警戒するよね。はっ、お前もしかして。病院に連れて行くのかみたいな。顔するから、身構えるからさ、大丈夫だよみたいな感じで、ね、怪しながらね、こう騙してこう持っていくしかないんですけど。だってね、なんか前回かな、うん、なんか1歳ちょうどなるから、なんかなんだっけな、なんか病院連れてったんよね。そうそう、病院連れてて、そしたらなんか多分中なんかななんか多分本人は嫌だったんだろうね。なんかすごいふてくされててさ、バッグからしばらく出てこんかったので、あ、もう、ま、なんか無理やり出すのもかわいそうだなと思って、ま、開けっぱなしにしとったんよ、猫バッグ。ま、出てくんのかなと思って。で、その周りで夜もね、ゴロゴロしとったの。そしたら出てきてさ、夜の腕の中でさ、ふてくされながら寝てんの、ぐるぐるって。おめえ、おめえ、騙しやがっておめえ、みたいな感じでね。